戦隊ファイバー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ファイブマン。危険に今命を張れ、地球が危ない。銀河でただ一つきりの虹の降る星、完成した。実験投資エノキラー剣。人間どもは我々より知能が低いの。なぜこれほど文明が発展したか考えたことがあるか。見ろ。ありがとうございました。見よ、この人間たち。この働く力こそが地球の発展を支えているのだ。しかし地球人が働かなくなったらどうなると思う？働き者は嫌いだ。おじさん、おはよう。おはよう。毎日早いわね。そりゃあ、うちは新鮮な野菜を日本で一番早く配達する店だからね。父ちゃん、朝飯。はい。亮太くん、それ自分で作ったの？母ちゃんが入院してるからさ、俺がやんなきゃ誰がやるっていうの。てね。ありがとうよ。けど後にすら、店開けるのが遅れちまうからよ。朝飯食わないと母ちゃんが心配するよ。父ちゃんだよな、亮太の元気な顔が何よりの朝飯なんだよ。じゃあ行ってくれ。行ってらっしゃい。どうも。はい、どうも。ご苦労様。こんにちは。父さん、今日も新鮮な野菜がいっぱいありますよ。さて、次はと。あいつは働きすぎだ。ユーシンパー。マジョリ、どうも。さてと、次はと。働き者は嫌いだ。働き者は嫌いだ。おっ、エノキラーキン。帰ってこないんで心配で探しに来たんだ。そしたら、もう仕事なんてつまんないことやめたんだよ。父ちゃん、父ちゃん、早く買っても食べよう。今母ちゃんのとこに持ってくんだろ。うるせえな。うわ、危ない。 おじさん、何するんです。レミ、見ろ。やはりお前たちの仕業だったんだな。亮太君のお父さんに何をしたの？俺のエノキラー菌は取り付いた人間の背中でキノコとなり、働く気力を全て奪い取るのだ。そして最後には生きる気力もなくして死んでしまうのだ。何ですって？お前たちも
エノキラーキンの餌食になれ。先生が教えてくれないの。先生、眠いんだよ。ほっといてよれよ。みんな、エノキラー菌の分析の結果が出たよ。エノキラー菌は取り付いた生物のエネルギーを吸い尽くしてキノコを成長させるんだ。おまけに根は体中にどんどん広がるから生き抜くこともできないんだ。とにかく早くあいつを捕まえないと働く人がいなくなってしまう。わかったわ。よいしょよいしょ。父ちゃん、俺配達に行ってくるからね。りょうたくん、一人じゃ無理よ。大丈夫だよ、父ちゃんはすぐ元通りになるさ。それまで俺が頑張らなきゃ。りょうたくん、お父さんはね、きっとちょっと疲れちゃってるだけだよ。そうさ、ちょっと働きすぎたんだよね。じゃあ行ってくる。この星の運命も時間の問題。例のファイブマンの方は大丈夫なのか。あいつらはエノキラー銀を発見することすらできないではないか。何を騒いでいる。ドルドラ、勝利の美酒に酔うのは作戦が成功してから。策に溺れるではない。ご苦労さん。ご苦労様です。どうも。自転車お借りします。どうも。消すもんじゃなくて見物するもんだ。お願いします。火を消してください。ああ大変だ。ダメだ、どうしても奴を捕らえられん。政府はことなりを注目しています。困った。それでは次のニュースです。
世界各地で職場を放棄する人々がますます増えてきました。この原因を早く発見しなければ世界中の機能が停止し異常な事態になることが予測されます。働き者は嫌いだ。それではここで一曲、せーの、あなた一緒に暮らすのはおよめおめえだと。一体どうすれば奴を捕らえられるんだ。ありがとうございました。レミ、何してるんだ。フミヤ、今世界中で職場放棄が起こって大変なんだぞ。分かってる分かってるけど、リョータ君をこのまま放っておけないのよ。リョータ君、その怪我じゃ働くのは無理よ。でもレミ姉ちゃんだけに働かせらんないよ。だって父ちゃんの店だもんな。リョータ君。リョータ。父ちゃん。俺が働きすぎたから。働きすぎた。そういえば働き者は嫌いだ。働き者は嫌いだ。レミ、レミ、おい、何考えてんだあいつは。お前はまんまと引っかかったわね。人一倍働けば出てくると思った。目障りなことをしてくれるじゃないか。なんだこの底知れない力は。なぜだ、なぜそうまでして。人間はね、ただがむしゃらに働いているだけではないのよ。家族や愛する者の幸せを願ってるからこそ一生懸命働くのよ。おのれ、罰を。俺様のエノキラー菌に勝てるものか。こいつらをおびき出す作戦だったとはな。おい、うわっ！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 うわっ
勝ったと思うなよ。ゴビン、ゴーゴー。ゴルリン5号は細胞活性エネルギーを放射吸収することによって自らの体を核にして巨大エノキラー銀に再生復活することができるのだ。ハイマシン発進。手柄というところかな。今度だけ、いつまでしょこのねみ姉ちゃん、りょうたくん。ファイブマンの活躍で町には働く人々の活気が戻った。しかし敵は新たな作戦でまた牙を剥いてくるだろう。頑張れ兄弟戦士、負けるなファイブマン。なんでカズミと算数の勉強なんか始めるんや。こら、地球戦隊ファイブマン、45メートルの小学生、来週も見ないと損やで。